道読アルチャードン・ブラック・グックマトロミの街一1この世の中にはどうやら冒険心などついほども持ち合わせていないにもかかわらずそれでいてその起伏のない人生において一度か二度 世間がはっと息をみ、思わず目をそらしてしまうほどの摩訶、ま、不思議な体験をする人間があるようであるそしておそらく心霊博士ジョン・サイレンスの広く張り巡らされた探求心の網にかかりその深い人情と忍耐とその卓越した心理的共感能力に訴えかけるのは他のどのようなものよりも こうした類の事例であり、そしてそれはしばしば複雑回帰にして人心に強く訴える事件の解決につながることもあったあまりにも不思議で突拍子もないがゆえにとても信じられないような事件を取り上げその隠された起源をたどっていくことが博士は大好きだった。絡み合い、 もつれた事件の核心を解きほぐしそしてその過程で苦しんでいる患者の心を解放することこれこそが博士の生きがいだったそしてそうやって彼の毒もつれは実際に何とも奇想天外なものなどだったもちろん世間はこれならば信じてもいいというようなもっともらしい理由を求めるものである 少なくとも謎が解けたような気になれるような何かをそのような体験をしたのが冒険好きな人間ならば世間はあっさり納得するそうした人物は波乱に満ちた人生について適当な説明を常に待ち受けているものだし生まれつき派手な体験をするような状況に身を投じたがる性格なのだ。 それ以上の説明はいらない。らな一方で退屈で平凡な人物には異常な体験をする権利はないと思われがちでその人のことを平凡だと思い込んでいた世間は動揺するばかりか裏切られたような気分にさえなる自分たちの勝手な思い込みが踏みにじられてしまうからである。 人々は言う。そんなことがあんなやつの身に起こるなんてあんな平平凡んな人間にね何ともバカらしいきっと何かの間違いだしかしながら小柄なアーサー・ペジン氏の身に本当に何かが起こったことに疑いの余地はなくその不思議な体験を彼は ジョン・サイーカス博士に語ったのだった。外的なものであれ、内的なものであれ、それが現実に起こったことは間違いない。その話を聞いた死の友人たちからは、そういうことはあの頭のおかしなイザーとか、あるいはあの変わり者のミンスキーならまだしも、ベジンの身に起こるなんてありえない。 あいつはあの身の丈に合った生き方をしてあの身の丈に合った死に方をする運命なんだから」などと言ってからかわれはしたのだがしかし死に方はどうあれこの一件を除けば平坦な米人の人生の中で例外的にこの件に関する限りでは彼の体験したことは身の丈に合ったようなちっぽけなものではなかった。 この体験を語る彼の色白の線の細い顔を変わるのを見話が進むにつれてその声が穏やかで抑えたものになっていくのを聞くならば途切れ途切れな彼の言葉が時にうまく表しきれない現実味がありありと伝わってくるのだったそうやって事件について語るたびに彼はそれを追体験しているのだ。 そうなるとアーサー・ベジンという人物そのものが影を潜めたただでさえ控えめな性格はさらにおとなしくなり彼の物語る物語は自分などがこのような体験をして申し訳ないとばかりの長い長い謝罪の言葉になったあたかも不思議な逸話の登場人物となってしまったことを釈明し 許しを請うているかのように。ベジンは清和で優しく繊細な人物で、自己を主張することはめったりなく、人にも動物にも親切で、嫌と言って何かを断ったり、欲しいものをはっきり欲しいと口にするようなことがほとんど体質的にできないのである。その全生涯は朝から晩まで。 ワワクワクするような出来事とはまるで無縁のようで何かあるにしてもせいぜい電車を乗り過ごすかあるいは乗り合い自動車に傘を忘れるくらいのものだったそしてこの不思議な出来事が起こった時友人たちはそうではないかとうすうす感づき本人もあまり認めながらなかったものの四十を随分と過ぎていた。 メジンの語る体験をすでに一度ならず聞いていたサイレンス博士はそのドキドキで細部に若干の違いがあったと言っていたがしかし全てが本当のことであることは間違いなかったあらゆる場面が彼の心に映画のフィルムのように忘れぬほどくっきりと焼き付けられているのだ思い込みや作り話は一つもなかった そして彼がその体験を最大漏らさず話す時見逃しようのない変化が起こった人懐こそうな茶色い目が輝き普段は念入りに抑え込まれている愛嬌のある一面が表に出てくるもちろん控えめなところは相変わらずだが話をしているうちに現在のことを忘れ過去を追体験しているその姿は 楽しそうにすら見えてくるのだったその事件が起こったのは旅行からの帰り道のことだった彼は毎年夏になるとフランス北部の山かどこかに一人旅に出かけるのだ持ち物といえば雨棚に載せた旅行カバンが一つあるばかりで車内はぎゅうぎゅう詰めに混み合い 乗客のほとんどは救いがたい休日のイギリス人だった。米ジンはこの連中が嫌いだった。同国人だからというのではなく、やかましく邪魔っけで、その大きな手足とツイートの服を見ていると、せっかく休日の落ち着いた雰囲気に身を委ねて、あたりの景色に溶け込んで、自分が何者であるかも忘れていたのに、それがみんな、 台無しになってしまうからである彼らは吹奏楽団よろしくどっしゃんがっしゃんとやかましくぶつかってきてこれではさすがに器用な美人も自分ももっとごわだかに自己主張をした方がいいのではないかそういえば自分は望んでもいないし本当はどうでもいいようなあれこれ例えば角の席だとか窓を開けるだとか 下げるだとととかそういっったことにもっと執着してもいいいのではないかと考えてしまうほどだった列車が10分間の小休止のためにフランス北部の小さな駅に停車しこわばった足を伸ばそうとホームに降りた彼は他の車両からさらなるイギリス人の群れがぞろぞろと進行してくるのを目にして幻滅し これ以上旅を続けるのが嫌になってきたここでさすがの彼の軟弱な魂も反旗を翻しこの小さな町に一晩泊まり翌日にもっと空いた列車でもっとのんびり帰ろうという考えが頭にひらめいたその考えが浮かんだ時にはすでにフランス人の車掌が「ご乗車願います」と叫んでおり 彼のの乗っっていたた客室の廊下はすでに満杯だった珍しく彼は決然と行動に出て急いで荷物を取りに戻った廊下も昇降ステップも通ることができないので彼は窓をコツコツと叩き向かいの席に座っていたフランス人に片言のフランス語でここで降りるつもりであることを説明し 荷物を渡してくれるように頼んだ。するとこの老齢のフランス人は半ば警告するような半ば避難するような死ぬまで忘れられないような目で彼を見据え動き出した列車の窓越しに荷物を手渡してくれたそしてそれと同時にベジンの耳元で小声で長い言葉をささやいたのだが彼はその最後の部分だけしか 聞き取れなかったアカウス・ドゥ・サメリ・エッ・アカウス・デス・キャッツとその類いまれなる霊感の強さによってそのフランス人こそがこの事件における重要人物であることを立ちどころに見抜いたサイレンス博士の質問に答えてペ人は理由は説明できないながらもその人物には確かに初めから をを持っていたたことを認めた二人は4時間の旅の間ずっと向かい合って座っており言葉を交わすことはなかったもののメジンは自らのたどたどろしいフランス語を気にしていたので自分でもぶしつけに感じられるほど繰り返し相手の顔に目をやっていたそうでそしてお互いにたびたび礼儀正しい態度を見せたり ささやかな気遣いをししたりして相手に対する親切心を表していたという2人は互いに好意を抱き性格の相性も良さそうでたとえ機会があって親しくなったとしても折り合いは良かっただろうそればかりかそのフランス人はこの平凡で小柄なイギリス人に対してまるで保護者であるかのような雰囲気を漂わせていて 言葉やそぶりには出さないながらも彼の幸福を祈り喜んで手助けをしたいと思ってくれているのがベジンにも伝わってきたというそのご老人が荷物を渡した後にあなたに向かって投げかけた言葉ですがそう言ってサイレンス博士はひときわ思いやりのある笑みを浮かべてみせたがこれを前にすると患者は決まって この特殊な意志に対する偏見を忘れてしまうのだった正確には聞き取れなかったのですねひどく早口で小声でしたし誤調も激しかったのですからベジンは小さな声で釈明したほとんど聞き取れませんでした最後の部分だけはその人が車窓から首を伸ばして 耳元でしゃべったのではっきりと聞こえたんです。ウツサムテル・ウツキャツ博士はまるで独り言のような口調で尋ねた。その通りです。眠りと猫のせいでといったような意味だと思うのですが。確かに 私もそう解釈しますね必要以上に相手の話を中断させたくないのか博士は短く答えた残りの部分はつまり聞き取れなかった最初の方はみんなですが何かをしてはならないとか街かあるいは街の中のどこそこに立ち寄らないようにとかいう警告のようでしたとにかくそういう印象を受けました。 やがて言うまでもなく列車は出発しベジン氏はホームに一人ポツンと取り残されたその小さな町は駅の裏の平地から始まる丘の急斜面にへばりつくようにして続いておりてっぺんには廃墟となった聖堂の2つの塔がのぞいている駅から見ると現代風の平凡な町に見えるがしかし実際に 足を運んでみるならばちょうど丘のてっぺんの向こう下からは見えないところに中世の町並みが隠れていたそうして一旦丘の頂上にたどり着いて古い町並みに足を踏み入れると彼は現代にすっぱりと別れを告げ過ぎ去った世紀を歩いていた混雑した列車の騒音やドタバタは もう何日も前のことのようだった旅行者からも自動車からも遠く離れた場所で秋の日差しを浴びて夢見るような静かな暮らしを送っているこの丘の上の静かな町の世紀のようなものが目を覚まし彼を虜りこにしてしまった彼はすっかり魅了されたまま長い間それに気づかなかった ジンはそっとほとんど足音を忍ばせるようにして両側に立ち並ぶ家々の破風が触れ合いそうなほどに狭くくねくねと曲がった通りを歩きまるでその場所に押しかけてきてその夢を見していることへの謝罪のように申し訳なさそうなつつましげな佇まいでポツンと一軒だけ立っている宿屋の戸口をくぐ,ぐった。 しかしながらベジンいく彼はそうしたこと全てにほとんど気づいていなかったというそうした細部の印象はずっと後になって思い出したものだったその時彼の頭にあったのは埃りっぽくガタゴトとやかましい列車での旅とこの静かで穏やかな雰囲気との喜ばしい対比だったまるで 撫ででられたた猫猫ののよよううににくつろいだだ心地っすかサイレンス博士は話を遮り素早く指摘した「ええ町に着いたばかりの頃にはそんな気持ちでした」そう言ってペジンは申し訳なさそうに笑った。 まるであの土地のぬくもりと静けさと色骨の良さにすっかり満足して猫のようにゴロゴロ喉を鳴らしそうでしたあの町全体にそういう雰囲気が漂っているようでしたはじめのうちはですが宿屋はだだっ広い時代がかった建物で馬車で長旅をしていた昔の日々の空気を 今も漂わせていた。彼はあまり歓迎されてはいないようだったただ多めに見てもらっているだけだとそんな感じがしたというしかし宿賃は安く居心地も良かったし着くなりすぐに注文した美味しい午後のお茶を飲んでいるとこれほど大胆な型破りなやり方で列車を降りたことが嬉しくて仕方がなかった ここんなことでも彼にとっては大胆で型破りな行動だったのである少しばかり自分が勇敢な犬になったような気分だったあてがわれた部屋は栗色のはめ板張りの壁も凸凹した低い天井も彼の気に入った部屋に続く傾斜のついた長い廊下もいかにも眠りの間 属性ののの雑音の入ってくることのない小さく薄暗く居心地のいい穴ぐらいと通じる天然の通路のようだった窓からは裏庭を見渡すことができた何もかもが操を好ましくベジンはなぜかしらひどく柔らかいビロードに身を包んでいるような心地でまるで床にも詰め物がされ 壁もクッション張りになっているかのようなふんわりと包まれるような心地になった表の通りの物音も部屋の中までは届かなかった全く安息の気配が彼を包んでいた街全体が眠っているかのような午後の中で彼はただ一人近くにいた人物にリフランの部屋代を払った それはふさふさのほうひげだけを長く伸ばした陰銀ではあるが眠たげな物腰の老齢の給仕人で石畳の中庭と彼の方に向かって歩いてきたそして夕食前に少し町の中を散歩しようと再び寄りできた時ヴ人ジンは宿の女将その人に出会った大柄な女性で手も足も顔の表情も まるで海のように広大な体を彼の方に向かって泳いでくるようにして出てくるのだったいわば何もないところからぬっと現れるような感じであるしかし大きな黒い瞳は正気にあふれていてそれがその巨体とは裏腹にキビキビと動く様からするに本当は活発で抜け目のない女性であることが分かった 初めてその姿を見かけたとき、彼女は壁際のひだまりで、背の低い椅子に腰掛けて編み物をしていたのだが、その瞬間、彼はなぜかしら大きな虎猫。うとうとしながらも眠ってはおらず、ひどく眠そうでいながら、それでいて瞬時に行動に移る準備ができている虎猫が頭に浮かんだ。 ネズミ取りの得意な猫が獲物を見張っている場面を想像した彼女は「承知しております」と言ったふうに客人に向かって礼儀正しくはあるが心のこもっていない一別をくれたその首は太い割には随分としなやかで彼を追ってするりと動きその上に乗っている頭が「いってらっしゃい」とばかり 稲穂のように柔らかく上下したでもおかみさんがこっちを見た時にその「美人は茶色い瞳に礼によって申し訳なさそうな笑みを浮かべてそう言いいかにも彼らしい弁解するような感じで肩をすくめて見せた奇妙なことを考えてしまいまして彼女は本当は 全然違っ飛びで石畳の中庭を横切って大きな猫がネズミに飛びかかるみたいに私に飛びかかってくるんじゃないかなんてそう言って彼は小声で短く笑いサイレンス博士が言葉を挟まずにメモを取る間もう既にとても信じてもらえないようなことを。 長々と話しすぎたのではないかと不安に思っているような口調で先を続けた体格のわりに随分としなやかで活発でおまけに私がそのそばを通り過ぎて後ろに回り込んでからもこちらが何をしているのかを把握しているような感じでした話しかけてきたその声は滑らかでよく通りました荷物は届いているか 部屋の居心地はいいかと尋ねてきてそれから夕食の時刻は7時でこの小さな田舎町の人々は皆夜が早いのだと付け加えました明らかに夜遅くうろつかないようにと釘を刺しているようでしたお上はどうやら美人に声と態度とでここでは彼は管理されていることを伝えようとしていたようだった 何もかもが彼のために用意されお膳立てされていること彼はただそれに従っていればいいのだと血縁とした行動をとったり何かを精一杯頑張るようなことは求められていないのだ列車の中にいた時と正反対だった彼はのんびりとゆったりした気分でそっと表の通りに出た これこそ自分におあつらい向きの場所だと思った流されるままでいるというのはなんと気楽なことか彼はまた猫のように満足げに喉を鳴らし始めた町中が一緒に喉を鳴らしているような気がしたベジンは小さな町の通りをぶらぶら歩きその特色である ゆったりとした雰囲気にどんどん染まっていったこれといったあてもないままあっちに行ったりこっちに行ったりした九月の陽光が家々の屋根に斜めに降り注いでいた崩れかけた破風や開いた窓の両側に並ぶ曲がりくねった路地を下って行くと眼下に広がる大平原が建物の隙間に のようにちらちらと見ええては消える。緑の牧草地も黄色の子たちもぼーっとかすんでさながら夢の地図のようだったここは過去という名の魔法が今も色濃く漂っているのだと彼はそんなふうに感じた通りは古風な民族衣装を着た男女であふれ みなそれぞれぞに忙しそうに行きししている。しかし誰一人として彼に注意を払わなかったしその見るからにイギリス人前とした風景をまじまじと見つめる者も,もいなかったおかげで美人は旅行者丸出しの自分の姿がこの美しい情景の中で一点の異物であることを忘れることすらできたし そうしてもっともっと風景に溶け込んでゆき名前も顔も主張もない誰かになってのびのびとくつろいだそれはまるで夢を見ているという自覚すらない柔らかな色彩の夢のようだった丘の東側は傾斜が急になっており眼下に広がる平原はいささか唐突な感じで 迫りくる宵闇の海の中に沈んでゆき小さな子たちがそこかしこに島々のように浮かび切り開かれた田畑は深い海原のようだったここでペジンは古びた要塞の類法に沿ってそぞる歩いたかつては硫黄を誇っていたのであろうこの場所も今では崩れかけた灰色の壁と 帯のつる草が絡み合う様にも風情があってただただ幻想的なばかりだった。幅の広い火砕石の上に座ってしばし一休みすると丸く刈りこまれたプラタナスの木々のこんもりとした梢が目の前にあって見下ろせばはるか花ほの木陰の中に遊歩道が1本伸びている。 そこかしこで差し込む黄色い木漏れ日が黄金色の落ち葉を照らし町の人々が夕すずみをしながらぶらぶらと歩いているのが見えたゆったりした足音と話し声が木々の隙間を抜けてかすかに聞こえてくる遠くにちらちらと見え隠れする彼らの姿はまるで影のようだった 彼はしばらくの間そこに座ったまま波のように押し寄せてくるささやき声やペラタナスの羽村に遮られてくぐ,ぐもった小玉に包まれながら考え事をしたそうしていると町全体もそしてその町が老木のように自然に生えているこの小さな丘も平原に寝そべってただねをしながら 寝言をつぶやいている生き物のように思えるのだった彼がそうしてその夢の中にゆったりと溶け込んでいるとほどなく金管楽器や弦楽器や木管楽器の音が聞こえてきて見下ろすとはるか花王にある込み入った広場の端で町の楽団が低く重い太鼓の音に合わせて演奏を始めていた。 美人は音楽に詳しく感性も非常に豊かで地味な音色のおとなしい曲を友人たちには内緒で作曲して弱音ペダルを踏みながら一人でひっそりと演奏してみたこともあった彼のいるところからは見えないがきっと民族衣装を着た町の人たちが奏でているのだろうこの音楽は危機の合間を ふわりと浮き上がるように流れてきて彼を魅了した知っている曲は一つもなく聴いた感じでは指揮者もなしてただ即興で演奏しているようだった一曲を通じてはっきりとした一定のテンポはなく一曲一曲はあたかも風の吹き鳴らすエオリアンハープよろしく不規則に終わり ままた始まった始っその音色はその場所と風景の一部だったちょうど陰りゆく陽光とかすかな風の息吹がこの風景とこの瞬間の一部であるように古風で愛感漂う金管楽器の甘美な音色そこに時折重なる鋭い弦の高音 そしてそれらすべてが半ば埋もれてしまうほどに絶え間なく鳴り響く太鼓の低い轟きそれらが溶け合って奏でる楽の音が彼の魂に触れ心地よいというにはあまりに濃密にすぎる不思議な魔力で魅了したその音楽全体に 聞くものを魔法にかけるような不思議な感覚があった彼にはなぜかしらそれが人によって奏でられたものとは思えなかった木々を揺らし電線を鳴らし大きな煙突を吹き降りあるいは目に見えぬ汚染の穂砂を引いて歌う夜風が心に浮かんできたあるいは こんな例えが突然彼の頭の中に鋭く飛び込んできたのだが動物たちどこかこの世界の果ての地で月に向かって泣き歌う野生の獣たちの姿が夜の屋根の上で猫たちのあげる物悲しげな人の声に似た叫び声が不気味な感覚を上げながら大きくなったり 小さくなったりするのが聞こえるるような気がしすると羽村を通り抜けて遠くから伝わってくるこの音楽に猫たちの奇妙な一団がどこか空の彼方にある屋根の上でお互いにそして月に向かって彼らの荘厳な音楽を声を揃えて歌っている情景が重なっ おかしなことを考えるものだ「その時ベジンはそう思ったがそれでいてそれは彼の抱いていた感覚を何よりも的確に表現していたそれぞれの楽器は想像もつかないような奇妙な間をもって演奏され強弱の付け具合も夜の屋根の上に集う猫たちの会合にそっくりで。 ぐんと大きくなったかと思うと何の前触れもなく一気に低いうなり声になったりその間中ずっと和音と不協和音とが奇妙な具合に入り混じっているそれでいて物悲しいような甘美さが全体に漂いこうした壊れかけた楽器たちの奏でる不協和音は大層独特で 音楽中の彼にとっても音程の外れたバイオリンのように耳障りには感じられなかった。